はじめまして、新田です。プリンセスピーチショータイムプレイしていきます。前回気づいたんですけど、順番が一応ありそうなので、スイーツがこの一番下にあるっていうことは、次やるべきはここなのかなと思って、忍者行きたいと思います。激流忍法帳です。ショータイム、激流忍法帳。あ、ブーザー鳴りました。始まります。いやー、忍者はロマンありますよね。はい、ピーチタイムです。お、忍者の話はこの忍者の里から始まるんだよ。はい、忍者の里です。あれ、通れなくなってる。あ、上になんかいましたね。あれを倒さなきゃいけないんですかね。お、おー、桜、今回は桜ですね。里が奴らに占領されて、確か忍びの抜け道が、屋敷行く道が、ここをどうにかはできないですかね。この先、長老屋敷、長老屋敷が目的地でしょうか。これをやると抜け道が来ましたね。何よりです。あ、いいですね。ここだったか。オケです。きらめきストーン、その力は里のために貸してくれぬか。その力はと、そなたも忍者でござるか。忍者でござる。まだ忍者じゃないですね。お、竹もあるんですね。ステラさんを黒に着替えさせたので、光るリボンも黒になってますね。いきます。おい、おい、井戸から、なんと井戸から、この道は屋敷行けるでござる。地下はなしですね。すぐ地上に上がってきました。では順当に竹もなるので、これやっときましょう。その力だけではかなわぬぞ、ということは見つからぬように、なるほど、くせ者は捕まえるど。はい、気をつけます。グッといって、くっ、修行が足りぬか。どうなんでしょう、修行をしても。おおおお、お主は何者。すごいですね。ちなみに一応こっちに戻って、この子に攻撃は、え、ダメか。あー、強制送還でした。気をつけねばならぬでござるな。いや、でもどっかで忍者になれると思うんですけどね。どっかでなれると信じて、とりあえずここ入ってみますかの。ほい、 OK です。そこにいるってことは、この後ろ何かあるでしょう、きっと。え、ないの、何も。あー、危ない。え、伝え聞く隠し通路が本当にあるならば、どういうことでしょうね。あ、この竹ですね。やっときましょう。今回の敵なんか上から糸で操られてますよね。ここですか。お、ははははは、これはすごい。ん、何ですか、ここを見つけると。え、もしや、お主伝説の忍者。そうです。おお、きらめきストーン、こんなところにありました。風車も、そうですね、回せました。なかなか忍者になるまでは道のり長いですね。そろそろ慣れたら嬉しいんですが、あ、慣れそうです。なんとここまで来るとは、伝説の忍者と同じならば、ならば。お、あれは気になりますね。タカ、最悪です、最悪。いけますか。はい、来ましたね。これ滝行みたいな意味でこの世界ですか。おお、忍者に今回はなれると思います。さあ、ステージは用意されました。ステラさんは黒いステラからの青く変わり、そして純白、あ、青ですか、純白に包まれ、そして、お、桜の花びら、おお、いや、かっこいい。あ、緑ですね、黒ですね。うわ、かっこいい、忍者ピーチです。いやー、かっこいいですね。水上とか走れたりするんですかね。あ、水の上は走れないですかね。あ、 B で今回はダッシュっぽいですね。いや、あ、若干水の上歩けてますね。あの、アメンボみたいなやつついてます。操作がいいと、左右の壁をタイミングよく A で蹴って登っていこう。うわー、ほっほっ、いやー、壁蹴りができるんですね、これは熱い。はい、こんなところから現れてしまいますよ。忍者ですからね、味方か、味方です。助太刀ありがたい、何よりです。ここはアピールじゃないですか。そうですよね。はい、光りました。あ、コインか、きらめきストーンが欲しかったですけどね。お、お、ん、なんか難しいですね。なんか壁に一瞬なれます。で、
ああ、そろ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 と壁に向かって歩くとこれができるんですかね。草むらに身を隠すでござる。おお、すごい。草むらに隠れてそーっと近づいて B で必殺隠密くない斬りだそうです。はっ、おお、かっこいいですね。いや、それはかっこいい。なんと素早い、ありがとうございます。上にいますね。ドゥン、オッケーです。ドゥン、まずい。これ上行けますよね、多分。上に、そうですね、いますもんね。伝説の忍者がいれば、あ、これはアピールタイムだと思います。ほっ、完璧ですね。コインがたくさん。ふっ、オッケーです。ここはアピールポイントですね。たくさんアピールポイントありますね。ヒュッ、下行きましょう。うわー、コインがたくさん。コインだけですかね。では帰りましょう。ほっと、オッケーです。上にきらめきストーンありましたね。これは高すぎるので逆からか。壁隠れの術が使えればこれですね。先ほどから使っていた方です。なんとこれで通り抜けさせていただきます。この子たちを倒します。まずほっ、オッケーです。解放したら上に登らせてくれますか。この先は敵が大勢いる、気をつけるでござる。了解です。あ、わかった。これの上に、そうですよ、乗れますよね。で、この子を倒して、で、こうでしょう。オッケーです。はい、きらめき吸った。うん、火もなんか使えたりします。特に関係ないか。ほっ、オッケーです。壁になります。通り抜けて敵を倒します。あ、やばい、みっきょんやってしまいました。おお、そんなところに。ですが、もうあと一体なので壁を蹴っていって、ほいや、おいしょ、オッケーです。で、上上がってこっち行きます。屋根を伝って降りたら速攻倒します。オッケーです。え、忍法壺隠れの術。おお、倒しちゃいました。あー、オッケーです。リボンもらえました。よくぞ見破ったですぞ。よかったです。あ、なるほど、今度は水中を行く方ですね。ここ敵多いですね。まずはこの子から倒しましょう。オッケーです。はい、やオッケーです。きらめきすと、うん、あ、1体倒したら他も全部倒してくれました。油断するでない。あ、ごめんなさい。奴らの狙いは巻物じゃ。あ、それだそれだ。足元、足元、巻物。え、グレープ。お、こいつは私にいいぜ。お、え、青のじゃ。はい、巻物たくさんありますけどこれは違うんですね。ここアピールポイントですね。そうですよね。何があるでしょうか。キュイーン。はい、上に行きます。ほっ、お、きらめきストーン、完璧ですね。壁登り方かっこよ。帰ります。じゃ あ追っていっていいですかね。追ってきます。はい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 、カラ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 。おっと、なるほど、タイミングよくジャンプですね。ほっぽっぽっ、オッケーです。待って、おお、すごい。上行って切ってジャンプして、ジャンプして、どっかで何かが取れますかね。おお、なるほど、ここもジャンプして、これで全部取って、きらめきスト、え、取れてます、よかった。ほ、ほいしょ、オッケーです。ほっほっほっ、痛い。なあ、上のやつ取れませんでした、最悪だ。よいしょよいしょ、オッケーです。かっこいい。はあ、はあ、いやいやいや、難しかった。はあ、早いですね。おっと、これに乗りたい。いや、最悪、乗れない。うわー、最悪です。やってしまいました。あー、巻物は返してもらいました。巻物を返してもらいました。え、もしかして口寄せですか。うー、ちょっと、よいしょよいしょよいしょ、ほっほっ、よいしょ、追いつくことはできました。ちょっとそれがちゃんと間に合ったかどうか微妙ですけど、ほ、いや、ちょっと追いつかない、ちょっと追いつけない。なんで、ここは OK です。はい、取り切りました。とひらめきストーン、 OK です。回収しきりました。おお、長老もいましたね。かっこいいですね。いやー、あ、黒いステラさんが合っていますね。きらめきストーンすべて取って
で、コインはちょっと取りきれなかったかなと思います。リボンも取りました。激流忍法帳、これでクリアです。はい、クリアして糸を切れますかね。プツンと。さあ、あと1本になりました。あー、忍者ドレスも可愛いというかいいですね。障子の柄みたいですね。ということで今回は激流忍法帳をプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。